皆さんこんにちは。今回は革靴を修理に出すタイミングについてのお話をしようと思います。さて、皆さん革靴の修理今までされたことはございますでしょうか。トレーディングポストではアフターケアまでしっかりフォローしていますので、当然革靴の修理、そこの張り替えなどお受けしているんですが、一体どのぐらいのタイミングで持っていけばいいのか、そういったところで悩まれている方結構多いと思います。で、どのぐらいで修理をするかというある程度タイミングというのは決まってますので、今日はその辺をお話ししていこうと思います。革靴の修理でまず一番最初にしたくなるのがおそらくかかとの修理だと思います。でこれはもう非常に分かりやすいタイミングがありますので、今日の動画をご覧いただければ皆さんご理解いただけるかなと思います。かかとの修理のタイミングですが、ここをよく見てもらうと分かると思います。この革の部分と、通常トップリフトとかも化粧と呼ばれている、一番こう設置する部分のパーツですね、ここの境目の部分、ここのラインをギリギリ超えないあたりでお持ちいただくのがベストです。で、超えてしまっても修理はできるのですが、多少修理代金が上がってしまうのと、あとはあまりかかとが減りすぎている靴というのは見栄えも良くないので、ぜひこのラインを目安に修理をお持ちいただくとよろしいかと思います。次に、人によってはかかとよりも先にこちらが修理したくなるかもしれない、つま先の修理です。特にグッドイヤーの場合ですと、さっきのかかとよりちょっと分かりづらいんですが、明確にこれも修理のタイミングがあります。ここをよくご覧いただきたいんですが、グッドイヤーウェルト製法の靴の場合、ウェルトという縫い代の部分がここにありまして、それとこのアウトソール、本足を縫い付けるという作り方をしています。ですので、このウェルトが削れてくる前に修理をしていただくといいんですね。修理の方法としましては、こう減ったつま先部分に半月状の革やゴムを接着するという修理方法になります。このウェルトという部分、非常にグッドイヤーでは肝になる大事な部分ですので、ぜひこちらが傷んでしまう前につま先の修理お持ちいただくようにしてみてください。そしてかかとやつま先を何度か修理していくと、いよいよオールソール、ソールの全張り替えというのがやってきます。で、こちらに関しては2種類タイミングがありまして、一つはこのソールの真ん中の部分ですね、ここの革が薄くなってきて、だんだんこう押すとへこむぐらい柔らかくなってきます。もともと結構硬いカルミーナのレザーソールがちょっと薄くなってくると、手で押しただけで簡単にこうへこむようになってくるんですね。で、まだこの状態ですとオールソールには少し早いんですが、だんだんこういった感じで柔らかくなってきますので、時折靴をひっくり返してチェックしてみてください。で、これさらに進行していくと穴が開いて中のコルクが覗いてくるんですが、そのちょっと前ぐらいにお持ちいただくのがベスト。で、もう一つのタイミングとしては、この真ん中ではなく、この縁の方がすり減ってきて、縫い糸がすり切れてソールがパカッとちょっとこう隙間が開いてきたりとか剥がれてきたりする、オールソールのタイミングとしてはこの2パターンが考えられます。実はソールの張り替えにはいろいろ種類がありまして、ひとまず履けるようになればいいという方もいらっしゃれば、なるべく元の状態に近づけてほしいという方もいらっしゃいます。あるいは最初革底だったんだけどもゴム底にしてしまいたいとか、そういう方もいらっしゃるんですね。トレーディングポストではそういったご要望にお答えする準備ができておりますので、ぜひ店舗のスタッフにいろいろと質問をぶつけてみてください。こちらの動画では商品やイベントなどさまざまな情報を発信していきます。チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。ぜひご登録お願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。